ゆなです。ひめかです。ピンクラテティー美始まるよ。イエーイ。今日の企画はひめかとゆなのポーチの中身紹介です。イエーイ。イエーイ。ちょっと待って、今日はポーチの中身紹介じゃなくてじゃなくて抜き打ち検索履歴チェックをします。ちょっと待ってください。ちょっと待ってくださいね。ねえ、本当にやばい。あれ、ちょっと待って。ゆめが本当にやばい。ちょっと待って、これはやばいかも。ゆめが本当にやばいよ。待って、これ整理したらいいですか？ダメ。やばい。でも本当に聞いてください。ひめかスーツケースの中パンパンなのにスマホケースとかポーチの中身とかすごい入れてきたんですよ。じゃあスマホ取ってきます。え、ちょっと引かないでください。これえ、じゃあポーチはもう今日は紹介しないですか？ちょっとひめかちゃんから行こうか。え、ちょっと待って、ひめかちゃんからどうぞ。ちょっと待ってくださいね。え、ちょっと待って、それ整理してないよね。してないよ。じゃあ、実名とかだよね。え、そうです。違う。確認入ります。ダメですよ。確認入ります。ダメですよ。確認入ります。ダメですよ。な、絶対消してますよ、この人。私、何も消してないんですけど。でも、本当に面白いですよ。今日おとなしく寝てればよかった。めっちゃ調べてたんだけど。携帯を交換しよう。え、交換するんですか？交換はやばい。待って、交換はやばい。交換はやばい。やって、無理無理。え、ちょっと待って。あ、いいよ、はい、じゃあまず今日のお昼ですね。インスタグラムのアカウントを完全に削除とはどういうこと？え、今日のお昼？今日じゃない、多分今日の昼って書いてあります。え、マジ？うん、インスタグラムのアカウントを完全に削除。何がしたいの？何がしたいの？これちょっと出てきたよ。10月19日月曜日ですね。そっけない歌詞って書いてあります。昨日かな。そっけない。ちょっと今日の企画でちょっと使う、うん、あ、一昨日か。そう、ちょっと使うものがあったので待ってください。10月12日、あ、これは受験生ならではの EAT の過去分詞と TAKE の過去分詞を Google 検索してます。もう、これは知ってるんですよ、ちゃんと知ってるんですけど、一応確認のためにしました、うん、10月11日、ヘアオイルのエリップスをハサミなしで開ける方法どういうこと？マジでプチって出るはずじゃん。出る。出なかったの。うん、そう、だから検索しました。検索の仕方がエリップス開け方。うん、本当に。え、これで出なかったの。次、10月10日、ルイベ？ルイベ？なんかお父さんとしりとりしててルイベって言われて、ルイベって何って思って。あ、そういうこと。じゃあなんか食べ物だったの。食べ物だった。そう。ごめんなさい、もう一回来ますね。え、10月7日水曜日にインスタアカウント消し方って書いてあるんですけどで、あの、今日の昼と同じインスタグラムのアカウントを完全に削除する方法って書いてあるんですけど、今日も同じの調べてえ、違う、多分その日にいたいの。その日に調べて、そう、うん、あの、多分今日開いちゃったのかな、その検索書いてる。何がしたんです？何がしたい？あの、アカウントあるじゃん、2つある、ね、あ、もう1個消しました。あ、もう1個消した。はい、その時に、あ、今日、あ、この、その日に、その日に、はい、消しました。続きまして、辞退英語っていうのを検索してます。それは全く覚えてないです。あ、覚えてない。あ、わかりました、うん、はい。なんかある人となんかタトゥーの話になって、うん、で、そのタトゥーって文字が入ってるやつの、その文字の字体、うん、こういう字体の英語が入ってるのはダサいけど、こういうのかっこいいよねみたいな話して、はいはいはい、その字体を出しました。あとはハーレイクイーンって書いてある。ハーレイクイーン、ひめかがハロウィンの TikTok を撮って、あー、はいはいはい、あれでどっちの目にハートが書いてあるかなって。ごめんね。10月2日に一人暮らし世帯って書いてあるんだけど、どういうこと？これ一人暮らしがしたいの？3年生になったら公民っていうのがあるんだけど、うん、公民で核家族世帯とか、うん、3世代世帯とか、うん、そう、世帯がね、あって、一人暮らしは、まあ、単独世帯って言うんだけど、なんて言うんだっけなっていう。あ、そうそう、じゃあ勉強です。そんな実験室だな。そうです、なんか勉強してるイメージがない。え、でも、あの、今回の期末テストだけ、うん、めっちゃしたの。うん、今まではそんなしなかった。今日だけめっちゃして、社会は84点でした。え、私より高い。初めて、社会本当に意味がやばかったから、今までで一番良かったです、うん、社会では。はい、そしてですね、その10月1日に筋トレを毎日するのは逆効果、毎日の筋トレ、なんとかなんとかって書いてありますね。
それはあの姫香が検索したんじゃなくて、その開いたサイト名かな。あそうですね、なんか友達 Google 検索は筋肉痛筋トレ、姫香筋トレしてるんですけど、友達にあの筋トレ最近しとるみたいなことを聞かれて、筋トレ筋肉痛だからしてないよみたいな、どういうことみたいな感じで、それ、ね、はいはい、検索してスクショ送りましたって感じですね。でもめっちゃ昔のやつは9月22日に羅行入り同様俺はあのボーカル歌を習ってるんですけど、そのレッスンで先生に同様で文字と文字の間に羅行がなんか入ってるやつを練習してって言われて検索しましたはい、以上ですね。おお、なんかすごい一人暮らしがしたくてインスタグラムのアカウントが消したいっていう検索履歴。あ、そんな感じですね。そんな感じでした。はい、じゃあ、はい、ゆな、はい、いきますね。ちょっと今日の朝です。あ、そうです。ヒプノシスマイク。あ、それはさっきスタッフさんがその話をしてて、うん、なんかすっごいすごくな声優さんを使われてるみたいな感じヒップマイ、なんか聞いたことある。なんかスバルさんとかが出てるやつで、っていうかなんかちょっと似てるやつが、ルイジ、うん、って感じですね。学園ベビーシッターズアニメ声優、はい、多分その人にもいっぱい、多分かけぐるいと終わりのセラフも調べてる。うんうん、あ、終わりのセラフね。新幹線で、その3つが後に見たいなと思ってるやつで、アニメオタクっていうと声優さんオタクなので、うんうん、そうだからとりあえずまず声優さん調べて、推しの声優さんとか、まあ、好きな声優さんとか知ってる声優さんがいたらとりあえず見る、とりあえず見て、あのその声優さんの沼にどんどんハマっていくって感じ。で、あの学園ベビーシッターズはもうタロリが、私あの西山幸太郎くんが出てるので、まあ、確実に見ようかなと思って、かけ狂いとか、あと終わりのセラフはもう早見さんが出てる、見るしかないじゃんって思っています。あ、すごい。今はね、ヒロアカと進撃の巨人を見てます。あー、進撃の巨人読むと思う。やばいよね、てか声優豪華すぎ、ちょっと声優さん豪華すぎ、ちょっといろいろとすごいと思う。進撃の巨人も姫香は最近見たいなって思って、うん、私は最初はミカサなんですよ。うんうん、姫香兄。兄？うん。兄のさ。まだ見てないけどね、しっかりは。あのさ、あのほっぺがさ、じゃあその時の笑い方めっちゃ好きなの。わかりますか？あのなんか巨人化が自分がきっ、まあ、ちょっとアニメの話です、これは。これはアニメの話になってます。もう本当に笑い方が好きなんですよ。検索履歴ですね。はい、はい、そうそう。アルミ書座っていうのはすごい、何個も何個もすごいすごいです。ちょっとあの発想的にはアルミンの書座 の、 あの二次制作をずっと見てました。エレンかわいい。ずっとエレンかわいい。あ、エレン書座、リヴァイ兵長書座、進撃の巨人書座。恥ずかしい。ミカサ書座。すごいですね。ミカサマフラー。ミカサイラストかっこいい、かわいいもありますね私は二次制作を見るときはだいたいショッターのやつとかのやつを見るので、うん、あの今日は新幹線でずっと家にクソかわいいなと思いながら保存してました進撃のショッターはあのリヴァイ兵長とかめっちゃかわいいんですけど、エレンのショッターってめっちゃ神だと思うんですよっていう。ショタって何？実際はあの大きいんだけど、少年だったりとか大人だったりするんだけど、それを幼児化するみたいな。ああ、すっごい可愛いんですよ。メルルも何やろ、可愛いじゃん。すごい、すごいですね。愛がすごい。アルミンとエレンのショタは神なんで、ぜひ見ていただきたいです。はい。キュン。はい。次ですね、はい。火曜日の夜。昨日ですね。ですね。はい、東京の天気それ寝る前に、うんうん、明日寒くなるかなと思って、ヒートテック着てこうか着てないかを迷ったので、最後調べて寝ました。なるほど、はい、次、三つ編みおさげ鉢巻きフィッシュボーンおさげこれは今日髪型をやっていただく時のこんな感じでイメージできるように画像を探したんですけど、あんまいいのなくて、もう口頭で。ああ。じゃあ次ですね、焼肉のタレで厚揚げステーキレシピ作り方それは昨日厚揚げ豆腐が余って、もうそろそろ賞味期限があるから使おうかなと思って、あの調べたら、あ、美味しそうなのがあったなと思って、うん、厚揚げのステーキを作りました。もうこれで最後かなって感じですね。あのショタがすごいもう言わなくていいショタがすごいやばいですねはい、推しって可愛いんだよ、本当に推しってね、かっこいい時もある。だけど、可
のはいいんですよ。ね。ね。そうだよね。そうだよね。そうだよね。特にアルミンの人だってね。うん。本当に可愛いの。なんかもうキュルルみたいな。キュルルみたいなやつが可愛いんです。アルミン。アルミン。進撃の巨人？そう。ちょっと夢かも。でも聞いてください。見てください。なんですけど、でもアルミンの腹筋が見れるシーンがあるんですよ。あんなに可愛いのに腹筋が割れてると思って、もうそこでキューンってなりました。もうギャップって必要だなってそれで思いましたし、声もね、いい声なんで、ぜひ聞いてください。リヴァイ兵長の声には特に惚れると思います、神谷さんなんで。神谷さんこそもうリヴァイ兵長って感じなので、ぜひ進撃の巨人は見てみてください。はい、まあとでユナには姫香の腹筋を見せようかなと思いますもしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。